カラス山の戦いは、朝鮮戦争中の1950年7月5日に、軽軌道カラス山付近を戦場として、アメリカ合衆国と朝鮮民主主義人民共和国の間で行われた戦闘である。アメリカと北朝鮮の地上軍同士が初めて本格的に衝突した戦闘として知られている。前線へ移動するスミス死体6月25日早朝より、 北朝鮮軍の全面侵攻が開始されたことを受けて、ダグラス・マッカーサー元帥を司令官とするアメリカ極東軍司令部は27日有国第四部副部長であったジョン・イーチ・チャーチ淳賞及び12名の範囲を韓国に進出させ、全指式所兼連絡班としていた。28日のソウル陥落及び東海岸道中央道の状況からチャーチ巡賞は 米地上軍を投入する、よう、極東軍司令部に受信した。マッカーサー元帥はこれを是認し、30日早朝3時、ワシントンに対して、許可を求めた。同4時57分、トルーマン大統領はこれを許可した。この時、極東陸軍の主力は、ウォルトン・ウォーカー中将を司令官とする第8軍であり、その戦力は、北海道、東北の第7不評師団、 関東の第一騎兵師団、関西の第二十五不評師団、九州の第二十四不評師団であった。マッカサー元帥は、第二十四師団の全力と、第二十五師団のうち、第二十七連隊戦闘団を、朝鮮半島に投入するよう指示した。第二十四師団の出動は三十日夜には、加盟された。この命令では、大隊長式の二個中隊を宣言して、 チャーチ順賞の指揮下に入れるように指示されていた。第24師団長は、先遣隊の指揮官として、連度、指揮の面から、熊本の第21連隊第一大隊長、チャールズ B ・スミス中佐を指名した。この先遣隊は、スミス中佐の名前から、スミス死隊と呼ばれ、兵力は440名、同大隊の主力によって編成されていた。スミス死隊の各員は、 小11丁につき120発の弾薬と2日分の食料を携行していたが、空輸上の問題から、無反動砲小隊と迫撃砲小隊は、それぞれ定数の半分の方しか輸送できなかった。スミス死体は、7月1日、C-54 輸送機によって、韓国富山に到着し、翌7月2日には、大田に移動した。7月2日、午前、大田において、 スミス中佐は、チャーチ順賞に申告した。チャーチ順賞は、スミス死体に対して、平沢安城の線を確保するように命令した。一方、第24師団主力の移動も開始されており、師団長、ディーン少将は、3日午前10時に、大田に到着し、在韓米軍の指揮官に任ぜられた。ディーン少将は、チャーチ順賞の措置を是認したが、 スミス死体のみでは阻止線として不十分であると考え、さらに第34連隊の北上を急がせるように指導した。第34連隊の到着は5日朝と予定され、これでは展開の時間が不足であることから、スミス死体はさらに前進して、第34連隊の展開する間、敵を地対するよう命じられた。戦闘警戒オーズ7月4日午後、スミス死体は、 平沢で集結し、また、支援に来た第52野砲大隊を掌握した後、5日午前3時、水原南方のカラス山近くの高地に進出した。第52野砲大隊は、ミラーオーペリー中佐によって指揮されて、本部管理中隊の半数と A 中隊から編成されており、M205mm 榴弾砲6門、榴弾戦2 0 0発、人員134名を有していた。 ただし、対戦車榴弾は合計で6発しか配布されていなかった。5日午前7時30分、8両の T-34 から85戦車を先頭にした渋滞が南下するのを視認し、午前8時16分、砲兵部隊は距離3600メートルで初弾を発射した。これは、朝鮮戦争においてアメリカ軍が発射した初弾である。射撃開始から間もなく、 命中弾を得たが、効果は認められなかった。一方、スミス死体は、距離630メートルにおいて、M2075 ミ、mm、リメートル無反動砲の射撃を開始し、多数の命中弾を得たものの、これも効果はなかった。さらにオリーディーコーナー注意は、自ら戦車の後方に回り込んで60ミリメートルバズーカを発射し、実に22発を撃ち込んだものの、目に見える効果は得られなかった。 これは、策略が劣化していたためとされている。さらに前進した戦車に対して、砲兵の対戦車1000人砲が射撃を開始し、2両を撃破したものの、この射撃で対戦車榴弾を撃ち尽くし、後続車によって破壊されてしまった。戦車部隊はさらに、スミス死体不評部隊の陣地を突破して、前進していった。この戦車部隊は、第107戦車連隊であり、 最後の戦車が通過したのが午前11時15分頃であった。一方、午前10時頃より戦車3両に先導されて、北朝鮮軍第4師団第16、18連隊が前進してきた。スミス死体不評部隊は距離900メートルで射撃を開始し、北朝鮮軍もこれに対応して展開した。スミス死体は第52野砲大隊に対して、 射撃を要請しようとしたが、優先通信は戦車によって切断され、また無線機も普通になっていたため、適切な火力支援を受けることができなかった。正午頃には、スミス死体は、両翼より、包囲されつつあり、スミス中佐は、陣地正面を縮小して対応したが、北朝鮮軍の機関銃部隊は、東側の高地に展開して観察し始めた。午後2時30分頃より、 北朝鮮軍は包囲の艦を縮め始めた。砲兵部隊からの応答はなく、全滅したものと考えられ、また、悪天候であり航空支援も期待できなかったことから、スミス中佐は交代を決心した。スミス中佐は、B、C 中隊を交互に交代させて相互に援護するように、措置した。しかし、支援火力がなかったことから交代には、難重し 後方に進出していた銃機関銃の射撃を受けて、回乱、部隊としての組織を失ってしまった。スミス中佐は、殿の B 中隊の交代準備を見届けた後、砲兵と共に交代した。この戦闘で、スミス死体は150名の人員を喪失し、また無反動砲と重迫撃砲の全数を遺棄した。砲兵も全砲を遺棄して交代し、また、 人員31名が行方不明となった。カラス山が突破された後、平沢安城を確保していた第34連隊も、海乱に近い状態で交代することとなり、ディーン少々が起とした最初の阻止戦は大した抵抗も示さずに放棄されることとなってしまった。この時、東方においては、韓国軍が地帯戦闘を展開していたが、戦車が出現しなかったこともあり、 しばしば待ち伏せ攻撃を仕掛けて、北朝鮮軍の前衛部隊に大損害を与えていた。しかし、スミス死体や第34連隊が次々に交代することから、韓国軍は常に左翼に危険を感じ、米軍に合わせて交代せざるを得なかった。アメリカ第24師団はさらに、大田の戦いでも大敗し、連合軍は、富山をめぐる、エンジン陣地に追い詰められていくことになる。 http://www.chosunoline.com スラッシュアーティクルスラッシュ2004070500078リック選手研究普及会ありがとうございます